こんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はですね、フレーズ解説ということで、アレキサンドロスの渡り鳥っていう曲の、フレーズを解説していきたいと思います。渡り鳥で使われてるパターンっていうのが、ソカビートっていうリズムパターンで、ソカビート一体どういうパターンなのか一回やってみると、まあ、このソカビートはこうアレキサンドロスの渡り鳥以外にも、例えば、ワニマのやってみようっていう曲のサビの部分とか、やったことないことをやってみようもこのみたいな感じで使われてたりとか、あとトリコのプールっていう曲の、サビの部分かな、オーラミカチャリのこの、トリニダーゴトバゴ発祥の音楽で使われる、まあ、ソカビートなんですけど、日本のロックやポップスでも、まあ、幅広く応用されているパターンなので、まあ、ぜひね、この渡り鳥以外でも使っていけるといいんじゃないかと思います。で、ちょっとフレーズを解説していくと、ソカビートの基本のリズムっていうのは、タンタカタンタンですかね。タンタカタンタン。まずはこのタンタカタンタンとバスドラムを入れれるようにします。このタンタカタンタンのこの右手をハイハット、もしくはライトシンバルに置き換えてリズムパターンにしていきます。ライトシンバルでいくと、でさらにこうツンツカツンタってこう右手を抜いてるところも、右手を埋めます。こうですよね、結構意外とね、やりやすいパターンとなってるので、まあ、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思います。で、そして、かっこよく聴かせるコツとしては、これね、渡り鳥を演奏するときもそうなんですけど、裏にアクセントを置くということですかね。これね、裏にアクセントを置くと、こういう感じ、こう。表になるとちょっとね、こうのっぺりしたノリになっちゃう、こう。これを裏にアクセントを置いて、ちょっとね、こう踊り出したくなるようなリズムにする。両足を動かして、ハイハットオープンをして、叩いてるリズムっていうのが渡り鳥のリズムとなってます。で、さらに、まあ、ちょっとフレーズを足してというか、音符を足して、まあ、さっきはタンタカタンタンタンタカタンタン、タカタカタンタン、という感じでいけるといい感じに聞かせられるんじゃないかと思います。そんな感じでぜひチャレンジをしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。